私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清コンサートツアー歩き続ける歌の道初日おめでとう。J コムホール八王子。こんばんは。J コムホール八王子で開催された郡川清コンサートツアー2022から歩き続ける歌の道からに昼夜参加させていただきました。すでにスポーツ紙のウェブサイトなどに速報がアップしていて、注目度の高さに改めて驚きます。先にコンサートの流れを書いて、清さんのマックと、そのマックを受けての私の思いはデリケートなものなので、後半に書いてみようと思います。気になる活動休止について、昼の部ではそれとなく復帰を匂わせる発言をされ、夜の部でははっきりとやめたりしないけどと、そして活動休止についても、ちょっと休養期間と、清さん流に言い換えておられました。清さんから直接お聞きすると、なんでこんなにも気持ちが落ち着くのでしょう。理由や思いについては、後半に言葉を記憶とメモを頼りにできる限り書き留めてみましたので、お読みいただければ幸いです。さて、皆様、オープニングはどの曲だったでしょう？開演のブザーが鳴り、客席が暗転すると、もう待てないというように拍手が起こったのです。ドンチョウが上がると、照明を背部から浴びた清さんのシルエットが浮かび上がり、イントロが奏でられると、スポットライトが正面から清さんを照らし出しました。衣装は白で、大きな襟のついたロングジャケット、ふんわりとした素材でローブのようです。で、袖口に長いレースの袖飾りがついています。ブラウスもパンツも靴も白。ブラウスの前面とウエスト、ジャケットの襟、円に銀紙の刺繍とスワロフスキーが散りばめられ、キラキラと輝いていました。歌ってくださったのは、歌は我が命。続いて、南風、ダイヤモンド、富士でした。ここで、星空のメモリーズがバンド演奏されると、黒の演技服、シャツとベストは白、超タイト、靴は黒にお召し返して登場。清のずんどこぶしオリジナルアレンジで歌われました。ステージセンターのステップに腰掛け、ハハ、おギター演奏。桜、おピアノ伴奏で、立ち上がって、星空の、あきこおピアノ伴奏。あの娘とのぎくと、渡し船をピアノ伴奏。未練心をギター伴奏で披露。ベニドレスを軽快なステップを踏みながら踊るように華やかに、和装の清さんが登場。白い着物に濃紺の袴をお召しになり、髪は若武者風に結い上げ、ポニーテール、髪留めは白でした。白雲の白をアカペラで歌われ半ばからギター伴奏がつき後半でバイオリンとキーボードも加わっていたかと思います。一見、越後のすすぎ次郎。花の渡り鳥、大追っかけ、音次郎、箱根八里の半次郎を一気に歌われると2月1日に発売される、群青の弦をおろおろと麗しく歌唱されました。ここで、春の海がバンド演奏がされると、紫の貴婦人のドレスをまとった清さんがステージへと、紫の単語、生まれてきたら愛すればいいを歌ってくださいました。だからあなたも生き抜いてがバンド演奏されるとキーアイナルックをまとって登場。鮮やかな赤のショート丈のジャケットの裾はフリル仕様。胸元がパックリ焼き、インナーはベージュにメッシュ模様が描かれています。首にはラメ入りの黒の包帯。丈の長い黒ラメの手袋をはめ、ボトムスはサイドが網タイツ風になっているレギンズを履き、黒のロングブーツのヒールはクリアタイプ。手にはラインストーンをあしらった拡声器、メガホン。その拡声器をマイク代わりにして、グラマラスバタフライを、拡声器をマイクに変えて、限界突破かけるサバイバーを激圧、歌唱。アンコールでは階段上段で蛍光ピンクの自転車に乗り、ピンク系のジャンパー、シャツ、スパッツのカジュアルな衣装をまといペダルを思い切り漕ぎながら、ハッピー、ウォーク。You are you. 青し。以上、全25曲になると思います。私は、清さんの歌を聴くほどに、さよならとありがとうという思いが渦巻いて、
過去のオリジナル曲の歌唱では、その曲を初めて聴いた時や、折々の出来事が思い出されてなりませんでした。私事ですが、これまでずっと前を向いて歩いていく清志さんの後ろをついて来させていただいてきたので、過去のオリジナル曲の歌唱を聴いていても、その曲を3年後、5年後にどんな風に進化させて歌ってくださるのだろうと未来を思い描くばかりで、懐かしく過去を振り返る余裕がなかったことに気づいて、愕然としたのです。そして思ったのです。ああ、きっとこれは、ある意味、卒業ということなのかなと。もちろん、新たなステージに進むためという前向きな意味を込めていますが、演歌でスタートした、氷川きよしだから、群青の弦という王道演歌で一旦完結させることを選んだのでしょうか。活動を休止された後、復帰されるとき、それこそ、どんな名前で、どんなスタイルで、どんな歌の世界を展開するのか、清志さんには構想のようなものはあるかもしれませんが、具体的にはまだ何も決めていず、これからゆっくり考えられるのだろうと想像します。でも、そこでもし、氷川きよしという名前のままで、今とそれほど変わらないスタイルで復帰されることになったとしても、2022年いっぱいで、デビュー以来の氷川きよし業を成し終えて、一旦卒業されるということなのだろうか？と、そんなことを考えていたら、聞くほどにそれぞれの曲との出会いの頃が思い出されてきて、その時々の思いまでもが記憶に刻まれていることに驚き、清志さんの存在を知った日から22年という歳月が経っていることを自覚したのです。そう、一緒に卒業することになるんだなって。次のステップへ進む前向きな卒業と了解していても、やっぱり卒業は寂しいものですね。と、前置きが長くてごめんなさい。でも、昼の部でいろいろなことを考え出して、これはもうこのブログを書けないかもしれないという思いになったものですから。これからあまりも個人的な感情ばかりが渦巻くようになったら、私はそれを不特定多数の方に向けて書けないかもしれないなとか。お友達の王さんに、そんな泣き言をメールさせていただいた後、でも書きながら考えてみようと思い直したのでした。そして、こうしてコンサートのことをここまで書いていて、私にとっても22年間の歳月が経っていて、その重みに激しく動揺してしまったのだと気づきました。まさに、嫌ですね、バカですねですね、しょう。こんなことを言うのもなんですが、私たちファンには生きるために不可欠な心の糧を与えてくださり、支えてくださるスタッフやお仕事で関わる皆さんには、心の糧に加えて生活の糧をも生み出していることを重々承知の清志さんですから、ものすごく葛藤されて決断されたのでしょうし、先のことも考えておられるのだと言葉の端々から感じたのです。今は、気持ちが落ち着いて、すべては次のステップへのためであること。また、何がどう変化しようと、彼の魂が変わるわけではないことを改めて思って、心落ち着きました。そう、冬のペガサス、で、ぶし尽くすことを、恐れはしない、心までは、渡さないからで、と、歌ってくださっていますものね。やっぱり、こうして書いてみると、自分の心の中が、だんだんと見えてきます。お付き合いさせてしまってごめんなさい。改めて、その道を目指す人であれば、誰もが憧れ羨むであろう氷川きよしに、執着せず新たなステップを踏み出すための決断をされたきよしさんと、その生き方に、言葉が悪いかもしれませんが、すごいという意味で、とんでもない人のファンになったものだなぁとつくづく思い、そして、今、幾ばくかの心の痛みも伴いつつますます見せられています。では以下は、時間の流れに沿って、ピリオド。昼の部では、清のずんどこぶしを歌っている時に、イエイッツが飛び出しました、き。コンサートツアー初日にようこそ。間もなく芸能生活23年目に突入します。いろいろなところで報道されていますが、これまで歌が好きでやってきましたけど、今年いっぱいで一回、休ませていただきたいと思います。走り続けてきて、年齢も今年45歳になりますから。
年上の皆さんから見れば、まだまだ若いと思われるかもしれませんけれども、年齢を感じることあります。だから、ここでちょっと休みたいなって。外に一歩出たら、氷川きよしです。外に一歩出たら、氷川きよしだ。って指さされます。ヒットチャートに入るのもありがたいんですけど、犠牲にするものも、たくさんありました。嫌な思いをしたこともありました。皆が、ちょっと休むってことなんだという安堵感に包まれると、その空気を察知してか、天の弱のきよしさんは、もういいってなるかもしれないけど、と、ちょっぴり意地悪発言。えっつ、今なんて?と、また揺れ動いた皆の心を感じ取られたのか。皆さんが喜んでくださるならどこへでも行きたいです。人に喜ばれることが好きでしょ。だから高校生の時、ポップスを歌っていたんですが、演歌を歌うと喜んでくださる方がいたので、歌うようになって、そこからレールが敷かれて若い時のまま、ここまで来てしまいました。だから、あれして、それして、これして、笑いということで、ありがとうございます。そこまでお話しされると、それにしてもマスコミの取材がすごいんです、よ。なんとかなりませんか?取り締まる、法律とか作ってほしいですよ。と、箱根八里の半次郎を歌い終える都市会の西より東さんを交えてのトークに、昨日ここでリハーサルをしたんですけど、やっぱりお客様が入るとスイッチが入ってワークとなります。皆の拍手に、八王子はいいところですねから、拍手の音も違います。八王子の拍手なんです。と、清さんが拍手に合わせて八王子、と言いながらリズムを取られると、西よりさんが、来週行く中野サンプラザは?と、お尋ねになったものですから、今度は中野サンプラザ、バージョンを披露してくださったのですが、リズムは八王子と同じ、小。清さんの掛け声に合わせて、危機として拍手を続ける皆に、エリズムは同じなんです、ね。で、誰か止めてくださいから、西よりさんだけが冷静でした、小。ここで西よりさんが歌い続ける歌の道というツアータイトルについて、どなたが考えたんですか?と問われると、ものすごく小さな声で、私が考えました。と、一言おっしゃったのですが、とっさの質問に言葉が追いつかない様子でしたが、氷川きよしが今の生活を作ってくれたのだというようなことを言葉にされ、この間健康診断受けたんですけど、どっこも悪いところなくて、しぶといなって、小。心臓に毛が生えているんじゃないかなって思いますよから。よく NHK のドキュメンタリー番組を見るんですけど、闘病されて若くして亡くなられた方の人生を知ると、その生き様が多くの人を勇気づけたり励ましているんだなって思うんです。やっぱり誰もが誰かを励ますために、誰かの生きる力になるために生まれてきたんだと思います。また西よりさんが昨年の紅白歌合戦でのきよしさんの歌唱に感動されたことをお伝えすると、比べるものではないと思っています。もし美空ひばりさんと比べられたら次元が違うから。でもひばりさんはひばりさんの人。さて夜の部です。夜の部ではオープニングトークは来場のお礼の終始して昼間のように胸中はお話にはなりませんでした。その分西よりさんが歩き続ける歌の道このツアータイトルに氷川きよしの未来のすべてが込められている気がいたします。とおっしゃっていたのですが、私も同感ですし、昼の部で西よりさんの問いに即答されなかったのは、相応の思いがあったからだと感じていました。西よりさんによるインタビューコーナーで、2022年いかがですか?と問われると、きっとまたあっという間に過ぎると思います。一回の公演がコロナで中止にならないように気をつけて成功を収めていきたいです。また、お正月はゆっくりできたかの質問には、声を裏返らせてできましたよ。西よりさんが実家に帰るために PCR 検査をしたことを受けて、私もこの間しましたよ、棒みたいので。外に出ないし、大人数のところには行かないようにしてるけど、よく行っている飲食店は気になって電話して、
大変だって聞いて、またテイクアウトに行くからねって言うんですけど、でもこういう時代になったのって意味があると思うんです。地球温暖化の問題とか、原因と結果だから、犬の散歩させていて、クソ垂れた後、ってわざと言ってますよね、しょう。さすがに空気を感じ取られて、お上品笑い、ね、うんち、取らない人、いるじゃないですか。信じられない。簡単ふ。でも、昨年の初め、ココアちゃんを斜めがけのバッグに入れて散歩させていたので、ミルクちゃんが先頭を切って歩いていて、ココアの肩に切られていて、ミルクがおしっこしたのに気づかなかったことがあったんです。そうしたた、マダムに、あなた、水、流しなさいって強い口調で言われて、気づいていなかったので、してませんよって言ったら、ここにあるじゃないって、もう喧嘩腰で、そんな風に言わなくてもいいのに、うちの近くって言えば、潜んでいる記者とかいるんですよね。でも、自分、人がいいから、寒い中来ると、はい、何ですかって、つい言っちゃうんです。でも、ネタ売ってお金にならないし、しょう。は余裕発言にほっこりしますねから。でもさらに心の中まで土足で踏まれて22歳からずっとそうですし、子供の頃から慣れてるから今こうしていられるんですけどね、と言い添えておられました。ここでバンドメンバー紹介とグズ紹介。グズでは素敵なマフラータオルを、首締め用のタオルと小ステンレスボトルは仕上げに加わったそうで、ロゴの位置調整も清さんがされたそうです。アンコールでのラストトークで、今年1年で恩返しというとおこがましいですが、恩返しのつもりでコンサートを1年一生懸命やって、来年からちょっと休養期間に入らせていただきます。応援してくださる皆さんには申し訳ない思いですが、年齢も年齢ですから、自分と向き合う時間を持ちたいと思いました。両親ともこれまでゆっくり過ごすことができなかったから、ピリオド。自分で言うのもおこがましいですが、皆さんのおかげで売れまして。でも名前が知れ渡れば渡るほど嫌な思いをすることもあります。そういう気持ちで応援してくださって、たんだって悲しい思いをしたり、ピリオド。でも、やめたりしないけど、清さんが、ちょっと休養期間という言い方をされ、さらにやめたりしないけどの一言を明るい響きを含んでおっしゃったので、昼の部のトークに続いて、なんだか気持ちが軽くなったのです。デビューした22歳の時からそうなんですけど、家の前に立っている人は何なんでしょう。生活がかかっていて、そうしてるとは思うけど、心の中まで入り込んできて、そういうものなんですかね。自分をはめてきて、戦略練ってさ、なんかさ、なんかさ、なんかさ、自分が頭が良くないのわかっていて、この野郎って負けないようにしないと。でも、やっぱり負けちゃうんだろうな。清さん、頭が良くないなんてこと絶対にありません。ただ、ずる賢くないだけだと思います。どの取材記事のことをおっしゃっているのか、なんとなく思い当たるものがありますが、いずれにしても、あの方たちは、そういうことに長けているだけです。あの文章の力や、戦略する頭脳をプラスのことに使えば素晴らしいのにと思うことありますが、それでは収入にはならないのでしょうね。かといって、巨悪とは最初から戦わないんですよ。清さんは、憤りを吐き出されると、私も好き嫌いははっきりしてますけど、今日は好きな方が集まってくださって嬉しい。演じた方には元気で幸せでいてほしい。この一言で参加した全てが報われ、天にも昇る思いになっていましたから、子供の頃言いたいことが言えなくて、そういう子供は今もいると思うんですよ。本とか読むと、発達障害とかあったのかなって思ったりするんですけど。でも、いいんですよ。そういう子供だったから歌うようになったんです。それぞれの才能を生かすことが大切だし、人柄や人間性は大事です。だから、あなたはあなたなんだよって伝えてあげたいと思って書きました。You are you に込めた思いをそんな風に語っておられました。以上。揺れる胸中も書きながら、流れに沿ってメモをたどって書いてみました。
デリケートな話題もあり、メモを取り切れず、かといって録音しているわけではないので、曖昧なまま記事に書くのはどうかと思い、記憶を呼び覚まして書いてみました。今後、自分の気持ちの変化で、またスタイルが変わるかもしれませんが、今のところは、これまでのスタイルで、清さんの言葉は、極力、私がまとめることをせず、ライブそのままのものを書いていこうと思います。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。